どうも、僕はミルクの山中十太郎です。今回ですね、後編ということで、シンプルすぎるミルクの衣装ちょっと見せたんですけど、衣装を、白衣をですね、カスタマイズしていこうということで、前編見ていない方はですね、チャンネル登録していただいて、さかのぼると前編が見れますので、ぜひぜひチャンネル登録して見ていただけて、この動画を見ていただけたらなと思います。ということで、作業に入りたいなと思ってますけれども、思います。やばいじゃん、時間ねえわ、これ。マトサイエンティストなんですけど、じゃあね、僕ノーカラーなってるんですよ。実は襟がない。本当だ、あれだ、給食当番。給食当番のやつよ。あれ何しようとしたっけ、今、無です。無です。あの、もう何も感じる、もうパッと思いついたのを考えてるだけっていう。いや、もうなんか僕の好きな食べ物です。あの、嫌いな食べ物こっち書こう。最初は決めていこうと思ったんですけど、一回できたやつが良すぎて崩しようがないと思っちゃったんですけど、ちょっと崩そうと思い始めちゃったんで、今ちょっとよく分かんなくなっちゃってます。でも僕が好きな形のシャツを作りたい、なんかコートっていうかシャツにしたいなと思って、ちょっと短くしたりしてます。ちょっとなんか手作り感が満載だな。ずっと着るってなると飽きないが先決なんですよ。途中でなんでこんなデザインのやつ作ったんだろうなってならないようにシンプル。テーマは This is me。 めっちゃダサいこと言うんだ。これが私。今回はもう本当にミルク愛っていうのでやってて、そのミルクのみんなをその7人をスターに例えて、こう7個スターをつけたり、色ちょっと違っちゃったんですけど、マルちゃんだよ、マルちゃん。これ後ろいいね、やばっ。嘘でしょ、本当に。いっちゃいます。あ、やっちゃった。楽しんだもん勝ちっすよね。っていうことはないですけど、ちょっとお絵かきっすもん。俺さ、嫌いなものなんだっけ。嫌いなことはわかるけど、何、顔触られる、なんかしょぼいな。書いとくか。顔触らないで。顔面触るなって。すごい、もうあなたは白衣じゃないよ、それは。もうすげえわ、みんなすげえわ。やっぱり形を変えるってことが大事なんだな。すごいわ、しゅんた。すごいわ。いや、めっちゃすごい。それ舞台の衣装とかでありそうやもん、だって。